ファイズラ・ホジャエフは、中央アジアの革命指導者、ソビエト連邦の政治家、ウズベクソビエット社会主義共和国の初代主犯。ホジャエフは、ブハラの裕福な商家に生まれ、1907年に、モスクワに留学した。モスクワでの生活を経て、ブハラの伝統的社会の更新性を痛感し、改革の必要性を認識するようになったとされる。1912年に、 ブハラへ帰国した後、おじのオスマン・ホジャイフやアブドゥラウフ,フ・ヒトラトラと共に、改革ハムスリム知識人らで構成された青年ブハラ人グループに参加した。1917年のロシア2月革命の勃発を受け、ブハラ・アミール国君主のアーリム・ハーンは、改革直令を発布して、ロシア臨時政府への強順を示した。これを不十分とするホジャイフら、 青年ブハラ人グループは、ブハラにて、反アミールの G 行動を行ったが、アミール当局の弾圧を受けて、ブハラに隣接するロシア疎開に亡命することとなった。ホジャエフは、その後ボリシェビキに接近し、ロシア10月革命の勃発後には、タシュケントのトルキスタン人民委員会議事長コレソフに、対して、ブハラへの軍事介入を要請した。1918年3月に、 コレソフヒキール赤軍部隊と青年ブハラ人勢力はブハラに進攻してアミール政権の転覆を図ったが失敗。軍事クーデターに失敗したホジャエフはタシケントに亡命した。ホジャエフはタシケントで反アミール勢力の休合に努め、1920年にはブハラ共産党組織と参下の青年ブハラ人勢力の合同を行った。同年九月、 青年ブハラ人勢力は、赤軍と共に、ブハラ市に侵攻し、アミール政府を打倒、ブハラ人民ソビエト共和国を樹立した。ホジャエフは新政権の人民委員会議議長に選出された。ブハラ革命により追放されたアミールのアーリムハンは、その後も、旧勢力を急合して、抵抗運動を続けたため、自前の軍事力を持たない、ブハラの新政権は、 赤軍の軍事力に依存する存在であった。ブハラ指導部は、ロシア共産党の影響下に置かれ、1922年に、ブハラ共産党は、ロシア共産党に合流し、ホジャイフもロシア共産党に入党した。1923年6月のロシア共産党、中央委員会での協議にて、ブハラ指導部の民族主義的変更性が批判され、多くの青年ブハラ人活動家が、 政権から追放された。その一方、ホジャエフは、粛清を免れ、その後もブハラ指導部に泊まった。1924年の民族、教会確定工作では、ホジャエフは、フェルガナ、サマルカンド、ブハラ、ヒバに居住するムスリム定住民を、ウズベク人として識別することを主張し、中央アジアの政治単位の再編に、中心的な役割を果たした。 民族協会確定の結果、ブハラ人民ソビエト共和国は廃止され、ホジャイフは新設のウズベクソビエット社会主義共和国の人民、委員会議議長に就任した。1930年代に入り、スターリンの大粛清が始まると、1937年にホジャイフは政府の全役職から解任、逮捕され、ブハーリン、ルイ・コフラと共にトローツキスト、 ウーハ修正主義の在場で、1938年3月13日に処刑された。1956年のスターリン批判を機に名誉回復がなされた。独立後のウズベキスタンでは、ソビエト政権への協力が批判される一方、ウズベク人の独立のための貢献が再評価されるなど、評価は賛否両論とされる。ありがとうございます。